兄弟たちよ、今日の福音を通してイエス・キリストが私たちを、少しずつ感謝の際エウカリスティアの、神秘に、導いてくださいます。もう一つの一方、ね、をさせてくださいます。イエス・キリストがこの世のための命であると、その肉、イエス・キリストの肉はこの世のための命です。で、この肉は命のパンであると。ちょっと難しいと思います。いろいろなことが、含まれていますが、今日の福音がちゃんと教会の使命、つまり私たち一人一人の使命が、イエス・キリストが私たちに与えてくださるパンとつながっているということもはっきり現れます。どういうふうに、このようには、つまり、未信者、イエス・キリストを知らない、そして教会に行かない、教会を離れている、人たちに、届くんですか。どういうふうにこのパンは全ての人々に、届くんですか。大きな神秘ですね。救いの神秘です。しかし、この言葉が真理です、である。私が与えるパンは、私のこの世のための肉です。この世のに命を与える私の肉です。このパンです。私たちがこのパンをいただくことによって、すべての人々に届きます。でも私たちはこのパンをいただく必要があります。まあ、そうだったら簡単と言いますね。やっぱり、ミサに行けば、それで十分です。まあ、それはそれで。けど、もっともっともっと深い、教えが今日の福音に、あります。すべての人々は、神に愛されているんです。神はすべての人々に太陽を、そして太陽の光を与えてくださいます。みんなの人々、悪い人、良い人のために、太陽を昇させる。そして雨もみんなに与えてくださる。つまり、みんなを生かす。みんなに命を与えます。でしょ?だけど、私の肉はこのように命が与える。命を与える。どういう意味ですか?物質的な命だけではない、兄弟たちよ。イエス・キリストが話しているパンは永遠の命をもたらすパンです。不滅の命のことです。全然違うんですね。で、もちろん私たちが感謝の祭儀に行って、そちらにご世帯をいただいて、そしてみんなに届かせる。どういうふうに?私たちの生き方、私たちの話し方、私たちの態度を通して、このパンは、この命のパン、不滅の命のパンは、みんなに届きます。それはそうです。けど、もう少し、含めましょう。もう少し進めましょう。続けましょう。兄弟たちよ。あなた方の先祖が、マンナを食べたが、死にました。ポイントはこちらにあります。兄弟たちよ、このマンナは神の恵みのです。神の恵み、私たちがいろんな恵みをいただきます。
私たちがいろんな印を見て、その神の印、神の愛の印が私たちを覆う、私たちに与えられています。時々病気が、癒される、時々仕事を、得る、健康、そしてある女性か、ね、若い男性が神に祈ってお願いします、良い人を与えてください、良い主人、良い奥さん与えてくださる、もちろん与えられていますよ。そしていい家族、子供たち、奥さん、主人、全部恵みけど、全部マンナです、全部マンナです。神に与えられているものですけど、それをいただくと死ぬ。つまり主人、奥さん、友達、健康、お金などによって私たちは不滅の命をもらわない。あっても死にます。本当の喜び、本当の幸せはそちらにないということです。あなたがこの経験をしましたか？あなたは教会に選ばれたのはその経験をするため。教会にいてない人々はこれさえも知らない、神に恵まれているということを知りません。自動的に生きる、あれがあって、あれがあって、あれがあって、その問題にぶつかって逃げたり、そしてまあ仕方がないながらこの事実を背負ったり、その事実に入ったりすると、けどほとんど無意味なことです。歴史はそのままです。なんとか解釈しようとしていても、やっぱり深くまで解釈ができない、意味がないんです、ね、私たちが墓地へ向かっていますと。しかしイエス・キリストが言ったのが、私が与えるパンはこの世の命のための私の体であると。ここはポイントですよ。つまり感謝の祭儀は私たちのためだけではない。感謝の祭儀には私たちがいただくパンは非常に大切な、糧です。イエス・キリストご自身です。そして聞いてください。人間は、あなたと私は一つのことを経験しなければならない。そしてみんなその経験をするに違いありません。つまりいくら恵まれていても結局死にます。全ては過ぎ去る、取ることができません。ポケットに入れていつまでも保つことができない。こういう経験をすると二つの可能性があります。絶望する、あるいはまあ仕方がないから、まあなんかね、冷たくて、もう人生はこんなもんであると、いろいろあるから、もう良いことがあれば悪いこともありますから、あの死ぬまで、行きましょうということか。人間はパンパンパン、つまり物質的なパンだけで生きるのではなく、神の言葉によって生きる、人間となった神の言葉によって生きる。ああ、今日の福音にはこれが書いてあります。私の父、御父、神の言葉を聞く、御父が言うことを聞く人は彼によって教えられて、導かれて、教育されて、導かれて、私のところに来ます。私はこの人を引っ張る。ああ、クリストご自身が私たちを引っ張る。けど、イエス・キリストが、御父の言葉によって、御父が言う言葉によって私たちを引っ張る。ああ、今わかる。これは選ばれたものしか
できないんです。御父の言葉ははっきり分かるのは聞くのは教会の中です。しかし、別のね、別の形でも、御父が全ての人々を導いています。全ての人々に教えてくださる。どういうふうに彼の言葉を聞かないのに、なんであなたの隣の人、全然神の存在を信じない、知らない人は神に教えられているのか、導かれているのか、事実を通して。毎日、毎日、毎日の事実を通して。つまり、すべての恵みによって、ちょっとだけ進むことができますが、このようにちょっとだけ生きることはできますが、不滅の命、永遠の命が与えられない。面白い。神がすべてを与える。司る。神は全能の神です。すべての人々の父である。だからすべての人々を導く、すべての人々を司る。この歴史を司る。けど、この恵みさえも、印だけです。だから人間は、それぞれの人間は、すべて、私たち、キリスト者である私たち、未選手と同じように、この、限り、この、限られている、すべての、ものを経験します。すべてのものには、限りがあるということを、経験すること。それによって、神がすべての人々を導いています。歴史を通して、その病気、その失敗、その問題、その、など、人間関係の難しさ、など、それによって、人間は、そのために、そのためだけ、つまり、結婚するためだけ、仕事行くためだけ、勉強するためだけ、名誉を守るためだけに生まれたのではないということを少しだけでも分かるようになる。もうなんか分からなくてもけど、心の中には何か小玉がする。失敗した時には失敗です。乗り越えたかったができなかった。これは全ての人々。でも私たちは、イスラエルの民と同じように選ばれたんです。何のため？みんなに光る。みんなに、教会の中にするのできる経験を伝えるため。で、私たちは教会の中で何の経験をするんですか？みんなと一緒。すべてのものには限りがあるということを経験する。けど、それに重ねて、神ご自身が自分の言葉を通して、私たちに教えて、教会の布教を通して、私たちは神の言葉を聞く、本日の言葉を聞く、そしてイエス・キリストに引っ張られる。で、イエス・キリストが私たちを引っ張ることによって、私たちは、キリストの体をいただく。キリストの体と一体となる。だから、キリストが私たちを引っ張ることによって、私たちに自分の体を与えること。で、これはどこにあるんですか？あは、面白い。面白い、兄弟たちよ。この、恵み、この、この命のパンは、私たちが知らないものです。イエス・キリストが別のところでは、ヨハネの福音の別のところでは、弟子たちに言います。私の食べ物、私のパンは、あなた方が知らない。私はあなた方が知らない食べ物を食べなければならない。それは、御父の技を行うこと。神の御旨を果たすこと。あは！キリストに引っ張られることは、御父の御旨を果たすことです。はは？マナ。何ですか？わかる？私たちが神の御旨を知らない。
だからこのパン毎日何であるかをどこに現れるか、どういうふうにキリストが私たちを引っ張るのを知らないんです。マンナと一緒だから毎日自分を出なければならない。でもその自分を出るのは神の技でもあります。神の恵みです。神の言葉を聞くことによって私たちが自分を出る、キリストに引っ張られる。で、キリストがどこへ私たちを引っ張る？自分自身の中、自分の体と一体となるため。それはどういう意味ですか？神の御旨は何ですか？命をかけること。つまり、相手に自分の全てを与えること。秘密が今、掲示される。今わかる。マンナ、つまり、主人、奥さん、家族、家庭、仕事など、仲間、恋人、友達、子供たち、両親が、私たちに永遠の命を与えるのではない。私たちはそれを食べたら、つまり、奥さん、主人などを自分を満たすために使うならば、私たちが死にます。けれど、逆に、生きる。永遠の命を得る。もらう。永遠に生きる。不滅の命をもらいます。つまり、イエス・キリストが、主人から私たちを引っ張る。主人に自分の全てを与えるために、主人に存在している。そのマナーは、キリストの、イメージです。キリストの印です。マナーは、奇跡、つまり、本物を示す印。キリストを示す。だから、あなたの主人、あなたの奥さん、すべての出来事において、キリストが存在しています。で、その出来事、毎日の出来事、すべての私たちの周りの人々は、神の御旨を示すことによって、イエス・キリストご自身を示す。私たちの食べ物を示す。私たちのために、御父の御旨を果たしてくださったキリストを示す。で、そのキリストは、神の言葉を聞くことによって、教会の中で復興されたことによって、私たちを引っ張る。つまり、主人に自分の全てを与えることまで引っ張る。私たちを導く。引っ張る。だから、私たちが主人、奥さん、マンナから、命を探すのではなく、そのマンナ、つまり、その兄弟のために命をかける。その教会の中に自分の全てを与える。飛んでいく。行きます。動きます。自分を渡します。それによってキリストに出会う。それによってキリストご自身は私たちの糧です。私たちの永遠の命のパンとなる。私たちがこういう風に、その永遠の命のパンを食べることです。命をかける。私たちの全てを与えること。それは恵みです。それは、復教から来る。だから、神の御言葉、そして、非正規は一緒です。つながる。そして、私たちの毎日の生活とつながっています。一つのことです。セットです。それによって、自分の命をかけることによって、教会が、共同体の兄弟が、自分の全てを与えることによって、全ての人々、この世の人々に永遠の命のパンを与えます。みんなにこの命のパン、つまりキリストの肉、つまりあなたと一体となったキリストの肉、つまりあなたの肉、キリストの肉となったあなたの肉はみんなに届きます。良い日を。